みなさん、こんにちは。ツコミどこで、ツコミゴートです。どうも。どうも。久しぶりやな、みんな。こう、普通の動画久しぶり。普通。いや、まあ、俺の動画普通じゃないけど。まあね。最近、ライブ配信とかにハマって、そっちの方、頑張ってたんだけど、まだここのネットが速くならない。全然ダメだ、こっちのネット会社。まあ、それ置いといて、今日はですね、この前 YouTube 見てたら、なんだっけ、The Japanese Man Yuta っていう YouTuber が出てきた。で、Yuta さんっていう人はですね、まあ日本人ですけど、英語で YouTube やってる。そして日本の文化とか、日本の人たちとかについての動画撮ったりとか、日本人たちをインタビューしたり、質問聞いたりとか、する、まあ、素敵な YouTuber なんですけど、彼の動画ちょっとチラッと見てたら、なんだっけ、How to date a Japanese girl, according to Japanese girls, という動画はありました。で、まあ、ゴードはね、自分のネタとか自分の動画ちゃんと作るんじゃなくて、俺、最終的に他の人たちが頑張って作った動画をそのネタパクって自分の動画にして、それで稼ぐ、つもりなんだけど、だから、今日は、まあ、ゆうたさんに申し訳ないけど、ゆうたさんが頑張って作った動画を使って、自分のネタにします。で、まあ、さっき英語で読んだんだけど、まあ、How to date a Japanese girl っていうはね、まあ、日本人女性と、付き合う方法？日本人女性との付き合い方？それと、なんか、多分、なんか、いろんな、日本人の女性に質問して、彼氏にどんな風にされたい。まあ多分外国人の男性が日本人の女性に付き合いたいときどうすればいいとか、なんか日本人の女性は何求めてるかっていう動画なんで、俺ちょっと気になる。まあ、俺もまあもう婚約者になってるんだけども、俺8000人以上の可愛い日本人たちと付き合ってるわけで。で、まあ、それも増やしたいんで、もう本当に日本人の女性たち、まあ、男性もぼちぼちいるけども、女性の方、とりあえず、その日本人の女性たち、男性に何を求めてるか、ちょっと気になるんで、その動画、一緒に見ます。動画を見る前に、俺多分、想像がつく。日本人の女性何求めてるか。女っていうのは金だろう、金じゃなくて、多分、日本人の女性、まあ、全員とは言わないけど、まあ、99.9998% ぐらいは、男性には、まあ、182センチ金髪で、目が青くて、バケツドラムが上手い人、と、まあ、日本語下手なんだけど、まあ、喋り方が面白いから許すぐらいの日本語の程度が必要で、それプラス、ダボ出身。あと、スクワット500回できる人が、多分、ほぼ、それぐらい、まあ、日本人の女性全員多分それを求めてる。多分もうみんな、なんか、スクワット500回できる男性がいいという、多分みんなもうイメージしてるんだけど。まあ、そういえば俺スクワット500回できるよね。ラッキー。じゃあ、とりあえず、動画見よう。じゃあ、これですね。What are some good ways to flirt with you? 一つ目の質問。みんな英語わかるよな。もうほぼバイリンガールから来たんだからね。みんなもう英語バッチャリだと思うんですけど、まあとりあえず、これはまあナンパ？フラートはナンパやな。ナンパはどうすればいい？という質問ですね。で、多分これなんか日本人女性にこういう質問聞いて、で、まあ外人のこと考えて答えるんだね。なんか外人向けの動画です、これは。まあ、俺一応外人なんだけど、気になりますね。じゃあ、見ようか。まあ、たぶんポンポンキュンとくるよね。ね こういう背の高い人からやられるといいよねっていう。今なんて言うと、頭ポンポン？撫でる？撫でればいい？撫でるだけでいい？いやいやいや、まあ、俺はな、
なでなでのプロなんだから。おうおうおう、もう一つからもう合同いけるじゃん。日本人の、でもこれナンパ？もう ただなんか付き合ってる前だよね、これナンパだから。ナンパでもなでなでいけるか、なんかちょっと、いやちょっと無理ですみたいななると思うんだけど、なんかスキンシップはじゃあ付き合ってからでしょ。その子は外国人の人にスマートさっていうかかっこよさとかを求めてるから、スーツ着ればいいんだね。ドア開けてくれる感じとか、そうそうそう、先に椅子に座らせて。俺ドア開けるのがうまいんで、あちゃーみたいなね。そっか、余裕じゃん。もうなでなでとドア開ける、はい、くれるみたいなことも女の子扱いしてほしい。全部リードしてほしいです。ああ、まあなんかです。なんか手つなぐときとかも、あ、確かに確かに、そっちから来てほしい、やってほしい。女の子側から手つなげるときは男から行く、はい、了解です。来るんでしょみたいなのはいらない。そうそう、ね、いらないシャドウ、あ、それわかる、それわかる。シャドウ側に俺が行くみたいな、うん、なんかさりげない。ああ、まあ女性守るという感じの男性欲しいんですね、これ。心遣いがわかるよ、来る。日本人になればいいのにねって感じ。そう、優しいけどちょっと強引みたいな。そう、そノーコメント。優しいけど強引まあまあまあ、わからんことはない。でもたぶんなんか海外ってさ、まあ日本人彼にしてはなんかレディーズファーストみたいなあのイメージあるんだけど、今はさ、レディーズファーストというのは差別だとあの見られて、なんかレディーズファーストでなんかドア開けたりとか、いつなんか席譲ったりとか、そういうのはなんか結構怒られるよ、女の子に。私自分でできるだからみたいな感じで、うん、難しい。ちょっと強引、積極的な。あ、積極的な感じ、ね。そうそう、積極的な。あ、それは、うん、今装飾でしょ。装飾です、ね。世間は。彼氏がいたら、あ、じゃあ開け、なんか一歩引いちゃうみたいな。そう、なんか好きならもっと強引に来てほしい。ええー、いや、え？この女性たち、自分たちが彼氏おってもめちゃくちゃナンパされたいってわけ？奪ってほしい。奪ってほしい。でもなんか手繋いでくる。奪ってほしいらしいです。日本人の女性、はい、どうも。するだけでも。え、手を繋いでるだけで？でもなんか手繋いでくれるだけでもドキッてします。おう、まあイケメンだったらね、こういう話はね、手をつないでくれるだけでギュッとするには、あの男性たち、ブサイクだったらギュッと来ないからね。この子、女の子は多分俺思うけど、女の子たちこういうこんなこと言ってる時に結構イケメンを想像してるからね。うん、違うかもしれない、違うかもしれないけど、まあ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 、髪の毛変えたとか、あ、気づいて、ちょっとしたことでも気づいてもらえたら多分嬉しいです。名前で呼ばれるとか、会社とか名前を呼べだけで。でもなんかその小さなことで気づく男はいいと思うんだけど、俺苦手そういうの。髪型ちょっと変えるだけで俺気がつかんと思う。俺結構目とか見てる。なんか俺なんか女の子のを見るときはあのその日常に変わっていくとこを見てない。目とか鼻の形とか歯とかそっちを見てるから、そっちはもう変わらないじゃん日常だから。髪の毛なんかちょっと化粧のやり方とか髪の毛とちょっと変えただけで俺気がつかない人かも。それはすまん。入っちゃうとなんか名字だけじゃない、名字で呼ばれるじゃないですか。だけど下とかで呼ばれるとパーってなります。ちなみに名前はみゆです。みゆと呼んでくれるか、ゆた私は強引な人、呼んでくれなかったな。が好きなので、
割ともうグイグイ引っ張ってくれる人が、もう肩とか抱き寄せられたい、うん、優しさにグッときます、優しさ、甘えてきてくれる人はすごい好きですね。あ、強引でアグレッシブながら甘えてくれる人がいいかな。あ、なんかみんなと一緒にいるときはなんかもうツンツンしてるのに、二人きりでいるときはまあなんかちょっとね、くっついてくれる人とか甘えてくれる人っていうのはまあギャップでおお、ギャップが燃えるか。俺は結構ギャップあれだぞ。バケツ叩いてるのかっこよさと、日本語喋ってる時の間抜けさ、もう訳のわからんちょっとうざい強盗とのギャップは激しいんで。燃えますか。 How can a guy impress you on the first date? あ、デートまで来た。じゃあデートでどうすればいいですかね。え、なんか全部事前には決めてほしくない。え、まあ、ノープランで。私は全部決めてほしくない。え、ノープラン全部予約とか。ノープランの方がいい。して全部こう決めて連れてってほしいかも。全部リードしてほしい。夜景、うん、じゃあ人によるやな。ノープランとプラン立てた方がいい女性変わるんだな。これは場合によるんだな。あ、でもなんかこういう晴れてる日は公園とかで、公園とかでピクニックみたいのも楽しいかも。ピクニック安いで。花束欲しい。いらない。外人だとね。あ、外人だったら楽しいかも。花束欲しい。いらねえ。外人だとね。そう。え、家ま。花畑いらないけど、あ、まあでも外人だったらいいかも。っていう。そっか。いや、やっぱ外人だから違うんかな。知ってほしいこと。家まで送ってほしい。ああ、それはそうだね。家まで送ってほしい。車で迎えに来て、車で送ってくれたら完璧。完璧よ。お、それはいいよ、ね。そっから夜景とか行く、うん。完璧よ。完璧。それは完璧です。ある程度ね。車と夜景、夜景。ああ、でもめっちゃしょぼい車だったら大丈夫？大丈夫よな。プラン立ててくれたら嬉しいかも、うん、なんか素直に聞かないで、あの、あっちでも決めといてくれてみたいな。あ、それについて、男についていく感じね、これ。何食べたいとかなってさ、うんうんうん、何でもいいよは辛い、ない、ちょっと辛い、ね、なんか俺もこれめっちゃわかる。俺もすぐ切れる。何が食べたいって聞くときに何でもいいと答えてくるのは一番嫌だよね。もうこれが食べたいとかな、もう、いや逆に何でもいいから食べたいもの言えよ。適当でもいいからなんか言えよと思う。まあでもその時は相手は何でもいいと言ってる時に自分で、あ、これが食べたいよとか言ってくれれば話が進むけど、自分が決めるみたいな。あれ欲しいからあれ食べに行こうよみたいな感じがいいよね。そこ一緒見せるから行く。そしたら超できる男だよね。ここ知ってるよとか行ってみるとか。恥ずかしいね。恥ずかしいね。英語か。ディズニー。ディズニー。なんかね、めっちゃ恥ずかしく言ったよね。映画館全然いいと思うんだけど、なんか、ね、こんな知られる、映画館行きたいと知られるのが恥ずかしいぐらいに言ったよ、この子。映画館とか、映画館とか全然いいよ。まあ逆に可愛いか。ディズニー、あ、ディズニー飽きる。ディズニー飽きる。カチューシャとかつけてくれたらもう最高です。ごめんなさい、一緒にやりません、はい、一緒につけたいです。やりません。でも公園とかでも全然いいです。ディズニーと公園のさ、どっちでも納得する。予定立てて、今日はディズニー行きますっていう予定立って、あの、当日になったら彼氏は、あ、今日はさ、ディズニーじゃなくて公園になったんだけどいい？あ、全然公園でも嬉しいですみたいな。で、それ、まあ、ディズニー連れて行けよ。どっちでもいいんか、公園でいいんか。地元の公園とかでも
なんかお話とかできるから普通で、普通がいいです。普通がいい。でもなんかディズニーの方が混んでて待ち時間長くて結構話ができると思うんだけど、なんかファミレスとかに行って水持ってきてくれるおしぼり持ってきてくれるとか、まあこれまあ絞りとか持ってくれるのはまあ優しいんだけど、ファミリーレスで OK らしい。これはこれでなんかでもこれファーストデートでしょ。1回目デート1回目でファミリーレスあり。まあイメージとしてはなんかちょっと全然後から適当に行ってご飯食べたりするのはいいけど、ファーストデートだったらさ、もうちょっとファミリーレス以上のとこに行きたいんじゃないかと思ったんだけど、ファミリーレスでいいのか。デート、水族館とか。ああいいじゃん。いいね。話題に困らないところ。うん、映画館じゃなくなんかそういう。お、映画館なしです。なんか夜は酔っ払わない程度に軽くお酒は飲みたい、ね。ファーストデートで酔っ払ったらやばいよな。じゃあな。How do you become boyfriend and girlfriend? 自分に好意をめっちゃ見せてほしい。お好きアピールなんか倍増にしてほしい、うんね、それはそう。連絡 LINE とかやだで、デートもいっぱい誘ってほしい。あえでも超 LINE 来たら超やだ。めんどくさい。めんどくさいスマートに誘ってほしい。あなるほどね。え何月何日の空いてるみたいな。どこ行く？どっちでもいいよ。え、どうする？もうそれいらない、本当に。もうそれ絶対既読。まあ、優柔不断は、日本語合ってる？優柔不断。まあ、なかなか決められない男は、モテないらしいです。もう男は、ちゃんと、これします。そこに行きますって、決めた方がモテるらしい。うん、もうどうするとか言われたら、はい、もういいです。なる、本当。なんか、決めてほしい。うん、うん、まあいいけど、言ってることわかるけど、なんか女性に決めてほしい男性いたらどうする。さあ、男性はそう、あ、全部女の子の方に決めてもらいたい、ここに行きたいとか、そういう男だったらどう。気になる人にはさ、誘うよね。誘うね。どこ行こうとかさ、うん、グイグイ行くね、私だったら、うん、あ、ちょっとこうやってやってみたいな。あー、わかる超わかる。さりげないからね、こうやってね。そう、さりげないボディタッチは男も女もあってもいいかなって思う。お互いの家行ったりとか。あーあれそうね、家族のこと話したりとか。あ、そう、あったりとかね。自分の過去のこととかも全部さらけ出せたりとか。何怖がっただいちゃった。リアルなこと言っていいですか。一緒に寝てるとか。添い寝みたいな。一緒に寝たりとか泊まったりとかしたらなんか付き合ってんの。ちょっとわからないかなみたいな。いや、13歳のお子ちゃんにはわからない。何言ってるのか。こっち系よ、わかるよ毎日連絡をしてくれて、うん、好きっていうのをまあなんか伝えてくれないと、まあなんかこっち側としてはなんか一歩踏み出せないかな。付き合ってる体で相手が出張とかそういう時もね、電話してくれたら嬉しい、ね、うん、電話は嬉しい。出張の時なんかどうも。自分にしか出さない面をがある人、なんかみんな同じ平等にこう振る舞ってても自分だけ特別扱いされたりとか。あ、いいね、特別にされたいよね。いや、もう付き合ってるなら、まあ、それは特別扱いされたいよそんな付き合えてそんな特別なことだから。まあでもまあまあわかるわかる、特別扱いされたいですね。Any message to cute guys who are watching this? ほらほら、キュートガイズってさ、イケメンじゃん。やっぱさ、イケメンじゃないとダメやな。Thank you! ありがとう。ね、もっとでもいいよ、ね、広まればいいなって思うから。私も国際結婚したいです。韓国人だったら日本人よりもなんかこう、うまそうだからさ。だからね、全然そういけると思うよ。何でしょう、何でしょう。日本語が喋れ、少しでも喋れたら
いいと思います。日本語少しなら俺も喋れるからね。いける。私は割と公の場でイチャつけるタイプです。お、俺は無理だけど。日本の女の子は多分外国の方は憧れだと思うんで、強引に来ても全然大丈夫だと思います。了解です。外人の友達に伝えておきます。会ったばっかりで話してくれるのは別に全然いいんですけど、その後ずっとついてこられるのはちょっと怖いなって思います。なんか外人はナンパしてきても全然いいんだけど、ちょっとやりすぎるとちょっと怖いんだよね。外人は計り知れんでね。お店の中でですね。え、そうなの？そうです。フォーエバー21にいたのの言っちゃったよ。友達と、うん、したらいきなりハローみたいな感じで、ヤッホーみたいな感じでやってたら怖かった。ちょっと結構ね、15分ぐらいずっといたんですよ、後ろに。それはただキモいやつだから。いや、それ多分もう外国人も関係なくない？そういうキモいやつ。怖いと思って、そこを逃げようとしたけど、でも買い物したから、まあ、しばらく置いといたらどっか行っちゃったから。そっか。大丈夫か。 Don't be creepy。 Creepy はキモいよね。キモいという。Hey guys, it's Yuta again. Well, this... Oh, Yuta da. This really was a fun video to make, and those were incredibly happy, friendly people. I kind of wish all the girls were as happy and friendly as they were. And if you're interested in dating in Japan, as usual, you can check out my book. There's something I want to tell you, True Stories of Mixed Dating in Japan, or... 本出してんだ。 There's something I want to tell you.True Stories of Mixed Dating in Japan. ユタ・アオキ。買っちゃおうかな。それか。じゃあ、この本は完全に外人向けよね。英語やもん。じゃあ、俺、日本人向けの本出すか。外国人の男性と付き合い、日本人女性たち向けの本書いてやろうかな。まあ、皆さん、今日の動画はこんな感じです。どうでしたか？みんな同感するんですか？というか、ね。あと、なんか、日本人の女性と付き合うときに知っておくべきことあったら、ぜひコメントで教えてください。俺もこれからも婚約者たち増やしたいんで、できるだけその婚約者たち、可愛い、若くて可愛い日本人女性であってほしいから、もうね、合同へのアドバイスあれば、ぜひ教えてほしい。じゃあ、今日はこんな感じで、また遊ぼうね。